みなさんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。G'day, it's Love Port, the travel lover. 今日は日本航空 JAL の A350 ファーストクラスに乗った時の様子をお伝えします。この日は3月の下旬に差し掛かった頃ですが、北海道はまだ大雪ですごかったです。粒が大きい。今日はこっちの DP の保安検査場の方がアホみたいに混んでたので、普通の保安検査場全然人いないからこっちから入りました。プライオリティって何なんだろうね。この日はお昼前の便ということで、フライトに乗る人があまり少なかったのか、ラウンジはとっても空いていましたよ。またクラス J の予約だったんですが、ファーストクラスの空席が窓側から2席あったということで、アップグレードをしてもらいました。今新千歳空港で便の帰る便に乗るのを待ってるんだけれども、出発時間の15分前になってもまだ搭乗は開始されず、修学旅行生がたくさんいて嬉しそうなの。よかったね、来れて。なのか、もしかしたら東京に行くのかな。東京に行くっちゅうことはないよね。どうなのかしら。あ、涼しい。生き返る。Where's my hubby? He's gone. So we are getting on the first class today. キチョウさん見えるよ。よろしくお願いします。あ、暑いんです。ジャルさんの機内いつも暑いので。ファーストのメニュー、今日は午前中の便だから朝食になるのかな。羽田着便、和食です。これ一応午前だから朝食なんだね。あ、そういうこと。うん、そうみたい。絶対ないんですね。絵があればいいんだけどな。ご飯とかだからいただいておけば。いや、いいよ。ありがとうございます。あ、私のつまめばいいか。お、森戸がいる。すごい。ただ飲みませんけど。皆様にご案内いたしましょう。見てもいただきましょう。皆様のお手荷物はお客様ご自身へ、ウェブ棚などにお入れください。足元がとっても広々としていいのですが、この機材は離発着時には足元に物を置いてはいけません。ですので私たちはいつもちっちゃい折りたたみの買い物バッグみたいなのに物を入れてきます。で、身の回りに置きます。定刻時間になったけど出ないよ。最終確認並びに書類の確認に時間を要しました。ただいま整理作業も終わり、まもなく出発の準備が整う見込みでございます。定刻より遅れますことをお詫び申し上げます。この先の飛行の安全には影響ありませんので、どうぞご安心ください。それではしばらくお待ちください。Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ、使えなくなる恐れがあります。Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. 脱出時の正しい姿勢です。両手を伸ばして前傾を意識し、必ず着地点を見て滑ります。When sliding down, stretch forward your arms, incline your body forward, and look at the landing point. スライド下での援助をお願いします。
皆さん飛行機が後ろに進めないってご存知ですか？なのでこのトーイングカーっていう車で飛行機を引っ張ったりするわけなんですけれども、飛行機って重いじゃないですか。そのためにあのトーイングカーの重さって50トンもあるんですって。すごいですよね。このエアバスの A350 という機材は JAL では2019年の9月から福岡羽田線で導入された機材ですね。2022年の4月現在では15号機まで導入されていますね。実は私 JAL の旅のコミュニティトリコのアンバサダーをさせていただいておりまして、 A350 の機材がプレスで取材が入る前に機内に入らせていただいた経験があるので、 A350 はとっても思い入れのある機材です。飛んでいてもエンジン音がうるさくなくってとっても快適です。意外とエンジン音がうるさいのって疲れになんかググッときますよね。チャンネル登録してね。食事がやってきました。以前までちゃんとプレートにお料理を入れてたんだけど、コロナになってから冷凍寿司この人はご飯なし。札幌から東京に帰る際の飛行機では右側の座席に座っておくと、天気が良ければこのように富士山を見ることができます。はい、快適な1時間半の空の旅を終えて羽田に戻ってきました。私がファーストクラスに最初に乗ったのは多分30代の半ばくらいだったんですけれども、やっぱり年を取れば取るほどファーストクラスっていうのは体に楽ですね。というわけで今回も私たちの空の旅にお付き合いくださいましてありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。 Thank you guys for watching. See you next time.